Look out. スインガー TV、スインガーです。ということで、8月17日土曜日、千葉ロッテマリーンズ対、福岡ソフトバンクホークスの試合を見に行きたいなと思います。はい、ということで、待ちに参りました。本日、来日初登板、ジュラス・クレイケーの、初登板の日となりました。はい。今日、ぶっつけだからね、何投げるか分かんないんだけど、僕の予想ね、3回か4回しか投げないかなって僕は思っております。はい、いきなりぶつけ登板だから5回6回は考えにくいなって思ってます。っていうのもね、タイケル選手1軍登録に、ひっそりとね隠れている八木君が、今季1軍登録されております。2回目か、はい、2回目の1軍登録されてます。なんでね、僕の予想ね、タイケル選手3回もしくは4回で、そこから3イニング八木君が投げそうな予感がします。だって下でね先発で調整してるんで、多分それなりの、長いイニング投げるんじゃないかなと僕は思ってるんで、はい、八木君のねピッチングにもね期待していきたいなって思ってます。投げるか分かんないけど、でまあとりあえずね、まあ多めにね3失点までは許そうかなって思ってます。ホークス打線なんでやっぱそうはいかないと思うんで、うん、3失点までは許そうかなと。はい、で、打線の方はね、今日はシュツアート選手なんで、有原選手に比べたらまだ難易度は低いかなって思ってるんですけども、まあそうだね、自滅をついていく野球してほしいですね。やけんあのフォアボールとか先頭フォアボールはあのだいぶチャンスなんで、そこをねしっかりと点を取っていけるかっていうのはやっぱり注目ポイントになるかなって思います。まあ、今日はさすがにね2人選手とか出るんじゃない、ちょっとそこはねちょっと楽しみなところではあるんで、しっかりと外国人選手が機能すること、まあ、あとは外野陣だね、やっぱちょっと寂しいです。千葉ロッテマリーンズは選手第一なんで、やっぱり温存はさせます。はい、温存云々は僕は何も言わないので、現状いる選手でなんとかねちょっと食らいついてほしいなって思ってます。なんで愛斗選手とかまだまだ崖っぷちだと思うんで、今頑張らないと多分使われる可能性がかなり低くなると思うんで、難易度は高いと思いますがちょっと頑張っていきましょう。まあ、さすがにね昨日の試合は、かなりね試合終わるの早くて、とても、つまらなかったので、さすがに今日はちょっとね勝たないといけない。このままじゃ終われないんでね、しっかりと今日の試合をものにして、ネクストネクスト次につないでいきましょうということで、ドームの中入りたいと思います。3、2、1、よいしょ。ピッチャーは会計の背番号41ドラスドラス OTTE おーロッテ LOTTE おーロッテ Attention all personnelOh! 本日の試合、5対
2でブルインズビクトリー、勝ちましたよ本当に。いや今日どうなるかなって思ったんですけど、めちゃめちゃ見応えのある試合でしたね。はい、とりあえずあの来日初登板海慶選手、5回2失点は合格点です。はい、おめでとうございます。はい、まああのビジターエリアのねちょっと細かい区域じゃちょっとカイケル選手の詳しいピッチング内容はちょっと見れなかったですけど、序盤だけかな、失点したシーンは、まあ、その後はね、まあ難なく抑えてくれることができました。はい、まあ八木くん出なかったですけど、まあ、なんなら今日ね5回投げましたから試合作ってくれました、ぶっつけ本番で。いや普通にすごいぞ、ナイス。はい、カイケル選手次回登板もね、期待していこうかなと思ってます。はい、本日ね、中村翔吾選手が先制ツーラン放ちました。翔吾選手毎年福岡でホームラン打ってないですか。去年も打ったし、一昨年もモイネロ選手から打ったし、20年21年はちょっと分かんないけど、19、18、17もね、当時のヤフオクドームでホームラン打ってたんで、いやすごいぞマジで。いやかっけえわやっぱ。うん、いやまあね、翔吾選手今年はねちょっといろいろね、不満もちょっとぶつけてしまいましたが、いや福岡で輝く男さすがっすね。はい、まあ、これはね継続しないとやっぱりね、ファンの、好評も得ることできないんで、ドゾマリンに帰っても、他の遠征場所に行ってもちょっとね翔吾選手、結果を残して打率をね2割5分6分ぐらいまで上げていきましょう。でまあその後はねなかなか1本が出ずっていうところでね、まあ結局7回ぐらいかな、ヘルナンデス選手が上がってちょっとホークスサイドに回りそうだなっていう思ったところでね、8回、もう点を取るならもうこの場面しかないと、先頭バッターから始まるし、そこでねちゃんと、ものにできたことはすごかったです。まあでもポランコ様々だったけどね。はい、まあでもまあとりあえずいい勝ち方ができてよかったんじゃないかなと思います。はい、まあ、ただね1勝1敗ですし、まだまだね気が引けないので、明日もね引き続き頑張ってもらいたいなと思ってます。はい、私は、明日帰るので、2カード連続福岡勝ち逃げということで最高です。はい、3連戦全部行きたかったんですけど、ちょっと仕事の都合上で、3連戦行けないので、まあ、ちょっと、私は明日帰ります。はい、谷内さんちょっと頼みますよ。ホークス戦あんまりいいピッチングしてない印象が多いので、私は次は10月かな、ペイペイドームに行くのは、はい、最終戦、シーズン最終戦は行くので、そこでちょっと、ロッテを応援していきたいなと思います。ということで以上、スインガー TV でした。